はい、こんにちは、116インズです。韓国開幕戦に全く間に合いませんでしたが、今回は毎年恒例の順位予想を行っていきたいと思います。2022年に16球団の順位を的中させ、自信をつけたかと思いきや、昨年はレンジャーズやダイヤモンドバックス、オリオールズといった若いチームの想像以上の躍進もありまして、惨敗に終わってしまった順位予想。ありがたいことに今年は本も出版させていただいたわけですから、まあもう毎年言ってますけど、今年こそは頑張りたいなとリーグ別に予想していきまして、今回はエール編となります。それでは見ていきましょう。まずはエール東地区から。昨年はオリオールズが大躍進を遂げ地区優勝したのが順位予想的にも大きな誤算でした。そんな東地区ですが、今年は地区優勝レイズ、2位下オリオールズ、ヤンキース、ブルージェイズ、レッドソックスと予想します。エール東地区はロースター的には4強、レッドソックスが少し落ちるかなという印象ですが、ただどのチームもプレーオフ争いに絡んできてもおかしくはない面々、順位予想もなかなか難しかったんですが、その中でさすがに昨年101勝のオリオールズは得失点差考えると出来すぎ感もあったかなと。このオフに念願のエースコービン・バーンズを加え、さらに自慢の若手主体の打線には今年中に現在 MLB ナンバーワンプロスペクトであるジャクソン・ホリデーも入ってくることでしょうから、引き続き強そうであるんですが、特にバティスタ抜きのブルペンが昨年ほどの強さを発揮できるか、ここはさすがに怪しい感じもあり、2年連続100勝とはなかなかいかないのかなと。となると毎年なんだかんだでプレーオフ進出、上位進出してくる安定感のあるレイズが抜けてもおかしくはないかなと。レイズはレイズでフランコがいない、マクラナハンがいないといった事情はありますが、どこからともなく主力クラスを発掘してくる総合力の高さは今年も地区内で脅威になってくるのではないかと考えています。コンフトレードで獲得したペピオ、カバイエロ、パルシオス、この辺りの飛躍に期待しつつ、カミネロを筆頭としたトッププロスペクトの定着にも注目したいです。コンフ移籍市場の目玉の一人だったフアン・ソトを獲得したヤンキースは3位予想、ジップスなどプロジェクションの評価は非常に高いですし、ソトのトレードで失った投手陣のデプスもその後の補強でしっかり補ったとは思いますが、やはり気になるのは主力選手の故障リスクの高さ。ジャッジが相当センターを守る必要がある布陣なのはリスキーな印象は拭えませんし、またただでさえ故障リスクを抱えた先発陣の中で最も計算していたであろうエースのゲリット・コールに肘の不安が出てきたのも懸念材料かなと。さすがに昨年ほどにひどいことにはならないとは思いつつ、個人的には優勝に押せるほどではないといった印象です。ブルージェイズはヤンキースと大きく差があるとは思っていませんが、昨年課題だった打線の補強をそこまで進めなかったのが気になるかなと。ゲレーロが2021年並みにまで戻すことが最大の補強ですが、チャップマンやベルトが抜けた穴がターナーや IKF で全体的には破壊力に欠ける印象、昨年のチームを支えた投手陣はほぼ残っていますので、そこが今年も健康を保つならフロアは高いと思っていますが、地区内で現状突き抜けた存在でもないとは思ってしまいます。レッドソックスはフロントの体制も変わり、これから変わっていきそうなチーム、ただ現状特に投手陣が苦しい印象ですので、5割前後勝つことができたとしてもそれ以上はなかなか難しいかもしれません。続いてはエール中地区。優勝したツインズ以外は勝率5割未満と、昨年から全球団と対戦するスケジュールに変更となった煽りを最も受けた地区とも言えそうですが、今年も優勝はツインズ、2位下ガーディアンズ、タイガース、ロイヤルズ、ホワイトソックスと予想します。中地区は東地区と違った意味でまた予想が難しい地区という印象ですが、現状総合力ではツインズが頭一つ抜けていると考えています。放映権収益が不透明となったことからペイロールの削減を迫られ、ソニー・グレイやホルヘ・ポランコラが移籍してしまいましたが、選手層がしっかりしているチームですので、現状デプスチャートを眺めてもその影響はあまり感じないかなと。唯一怖いのは怪我のリスクですが、それが大きく露見するようなことがなければ地区内でツインズが強い状況は変わらないと思っています。そして難しかったのが2位下。コンフはタイガース、ロイヤルズが結構積極的に補強を行ってきましたんで、そこを評価しても良かったんですが、フロアが高そうと思ったのはやはり投手陣がしっかりしているガーディアンズ、特に昨年怪我であまり投げられなかったビーバー、マッケンジーあたりがしっかり投げることができるだけでも全然違うかなと。打線があまりにパワーレスでしたが、そこがもう少し上向けば地区2位くらいにはなれるかと考えています。タイガースも投打に楽しみな選手が多く、特に先発陣は昨年後半戦圧倒的な成績を残したスクーバルが、今季フルシーズンでどんな活躍を見せるか期待している方も多いでしょうが、本格的にツインズを脅かすところにはまだ届いていないようにも思ってしまいます。現状はガーディアンズと似たような立ち位置、夏場までプレーオフ争いに食らいついてトレードデッドラインを前に補強すればあわよくばといったところでしょうか。4位はロイヤルズ、苦しかった先発陣にはルーゴとワカが加わり、レイガンズのブレイク、打線ではパスカンティーノの復活や打球指標に優れるマイケル・ガルシアの飛躍にも期待がかかりますが、チーム全体としてはメジャーレベルのデプスに欠ける印象です。少しでも故障者が出てしまうと、そのカバーが戦争的にはかなり難しそうですので、そこがシーズンで勝つ上ではネックとなってきそうかなと。昨年みたいに106敗するようなチームから脱したと思いますが、ロイヤルズの上位進出にあたっては他球団の状況にも左右される部分もありそうです。
再開予想はホワイトソックスとしましたが、クリス・ゲッツ GM の下でロースターの再構築を進めているので、これは仕方ないでしょう。先日エースのディラン・シースをトレードし、投手陣はかなり未知数な部分も多いですし、打線に関しても特に下位打線はかなり厳しい印象。何が何でもプレーオフを目指す年でもないですから、夏場にさらに選手放出の可能性もあることを考えますと、この位置なのかなと思ってしまいます。最後は AL 西地区。昨年はアストロズとレンジャーズが最終的に同率でしたが、直接対決の差でアストロズが地区優勝、マリナーズが1勝足りずにプレーオフ進出を逃すことになりましたが、今年の予想も大きくは変わりません。優勝レンジャーズ、2位かアストロズ、マリナーズ、エンゼルス、アセチックスと予想します。地区内の戦力的にはレンジャーズとアストロズが一歩リードしていて、そこにマリナーズが続く構図はあまり変わっていません。その中でレンジャーズは昨年の躍進を支えた強力打線が基本的には残っていますし、なんならそこに昨年終盤大活躍を見せたトッププロスペクトのエヴァン・カーター、昨年のドラフト全体4位指名のワイアット・ラングフォードもフルシーズンで加わるくらいです。打線に関して大きな心配はなく、あとは投手陣がどうかというところですが、夏場にはデグローム、シャーザー、マーリーが復帰予定で、そこで一気にブーストもかかりそうかなと。ルクラーク頼みだったブルペンだけがやや不安が残りますが、新戦力のロバートソンやイエーツ、既存戦力ではスボルツあたりがうまく彼の負担を軽減させられたらいいですし、ブルペンは夏場に一番補強しやすいポジションでありますので、どうにかなるだろうという気はしています。野手のコアがしっかりしていて、なんなら今までマルドナードに相当な打席数を与えていた枠が、ヤイナ・ディアスに代わってより打線に隙がなくなったアストロズもやはり脅威で、レンジャーズがこければアストロズが優勝と思っていますが、早くも故障者が続出している先発陣の不安と、あとはブルペンのデプスをかなり削った点がどう出るかですよね。まあとはいえ、先ほども言ったように野手のコアがしっかりしているチームですので、昨年みたいにシーズンの半分近くアルトゥーベやアルバレスが不在みたいなことにならなければ、大きな心配は不要でしょう。マリナーズは先発陣を中心として投手陣が強力ですので、上位に食らいついていくだけの力はありそうですが、やはり打線が一段上位と比べて落ちる点は気になるところ。限られた予算でガーバーやポランコを加え、よりつながりを重視した打線とはなったと思いますが、新戦力組や故障リスクが大きい選手たちばかりですので、とにかく上位進出にあたっては主力の健康管理、ここは本当に大事になってきそうです。ポスト大谷時代を迎えたエンゼルスは健康なら平均以上の打線を誇りますが、今のトラウトやレンドーンに1年間稼働することを期待してはいけないでしょうし、エースが抜けた投手陣はやはり物足りない印象。デプスに優れるチームというわけでもないですので、現状上位3チームを上回ることを楽観的に見るのは難しいでしょうか。昨年112敗を喫したアセチックスも引き続き苦しいチーム状況、移転騒動に揺れる中、パッチワーク的な補強はしましたが、全体的に実力、経験ともに落ちる印象は拭えず、今年も100敗近くする可能性はありそうです。昨年69試合の出場ながらインパクトを残したザック・ゲロフがオールスタークラスへと成長できるかは注目したいポイントですかね。というところが私の今季の AL の順位予想でしたが、皆さんの順位予想はいかがでしょうか。皆さんの予想も見るのも楽しみにしていますので、ぜひコメント欄に残していただけると幸いです。次回の動画は NL 編となりますので、そちらもお楽しみに。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。